沖縄茶炭自然海塩アグー豚塩ラーメン、揚げ麺に粉末スープがついています。麺は細めで表面はツルツルしています。食感にだらしなさはありませんが、やや粘りに欠け、スープとの親和性が今一つと感じました。スープは濁り感があり、やや黄色みを帯びています。粉末スープの小袋を開けた瞬間、札幌一番塩ラーメンに似てると思いました。実際食べてみてもその印象は変わらず、ニンニク、生姜、セロリなどの野菜の香りや、わずかにカレーのような匂いがします。また白ごまが入っている点も札幌一番と共通します。このアグー豚シリーズの売りであるアグー豚のエキスや茶炭の塩については特に意識することはありません。パッケージの絵は可愛いので観光土産としていいでしょう。